河野正明は、日本の実業家。オリエントコーポレーション代表取締役社長。広島県出身。広島大学附属高等学校を経て、1979年、東京大学経済学部卒業、第一官業銀行入校。2004年水穂銀行秘書室長。2006年水穂コーポレート銀行執行役員、営業第8部長。 2008年、水保コーポレート、銀行常務執行役員営業担当役員。2011年、水保フィナンシャルグループ常務、取締役リスク管理グループ長兼人事グループ長、兼コンプライアンス統括グループ長に昇格。2012年、水保銀行常務執行役企画グループ長、水保コーポレート、銀行常務執行役員企画グループ長。 水保信託銀行常務執行役員企画、財務、主計グループ担当。2013年、水保フィナンシャルグループ同社西日本地区担当、副社長執行役員、水保銀行取締役西日本地区担当、副頭取、水保コーポレート銀行西日本地区担当、副頭取。2016年から、オリエントコーポレーション代表取締役社長を務め、 キャッシュレス社会会の対応を進めた。オリエントコーポレーション社長に、河野市日本経済新聞2016年3月30日20時48分、a b 役員の状況オリエントコーポレーション2018年3月9日、証券報告書、キャッシュレス化の追い風と、危機感。オリエントコーポレーション河野正明ホーブスジャパンビジネス2019年2月21日7時30分。 ありがとうございます。